せーの、うっちゃん式かける YouTube。 さあ、ということで YouTube で盛り上がっていこうじゃないかということですね。はい、さあ、そしてこちらにある、うん、こちら何だと思いますか、鹿島さん。ガチャガチャです。鋭い。さすがやっぱりもうね、勘が鋭い芸人といえば鹿島さんでございます。ガチャを回してこれ出たお題でトークをしていくという。ではまずは吉川さんから、はい、ガチャの方をしていただきましょう、はい、さあ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 、これちょっとねすごいんですよ、移動式自動で動くんですよね。はい、すごい。さあはい、これ回すんですね。さあ、あ、出てきた。何が出ました？開けてくださいね。うん、はいはい、かなり固くしてくれる。私頼んないんで、かなり固くしてくれる。開いた。よかった。さあ、何でしょう、何でしょう、お題は。うん、うん、大声で一言。なるほどね。始め、大声で一言。はい、何の大声言えばいいですかね。いや、それはもう吉川さんにね、はい、まあ、その実際うっちゃん式でもね、いろいろと叫んでらっしゃいましたけども、はい、はい、叫びました。それまた YouTube オリジナルでできればね、なんか叫びたいこと、もう何でもいいですよ、まあ、日々のストレスでも。今一番言いたいこと、うん、一番言いたいことある、言いたいことあります。お、大声で、はい、よろしくお願いします。ハニーレモンソーダー。誰も予想だしないでしたね。ハニーレモンソーダ、はい、はい、ハニーレモンソーダですね。え、あの、私が出演する映画なんですけど、それをやっぱ一番こうみんなに伝えたいなと。はい、もう出演される、はい、7月9日公開でございます。うっちゃん式の YouTube です。番宣作るだから関係者に好かれるんだ、やっぱり映画関係者に。こういうところですよ、やっぱ見習わないと。すいません、はい、うん、ありがとうございます。田村さんの分までお願いしますよ。田村出てこないから。出ました。さあ、何だ、神が、うん、はい、うん、はい、全力モノマネ。あ、これは全力モノマネ。大丈夫ですか、あんまりこういうタイプの人じゃないから。全力モノマネ。おお、いや、僕モノマネとか全くやってないから、うん、全力っていうのがよくわかんないですね。片手間にってことじゃないですかね、だから。はい、まあ、何を言われても僕できるんで、全然何言っていただいても全力で。 あ、いいですか。もちろん全力でやればいい。うわ、じゃあハニーレモンソーダいいですか。わかりました。レモンソーダのモノマネですからね。はじめ、じゃあ川島さんに、はい、ハニーレモンソーダです。すみません、アイスコーヒーください。あ、ありがとうございます。いや、これハニーレモンソーダ。ちょっと待って、お題おかしいですよ。いやいやいや、いいって言ったからね。何でもいけるって。人であれよ、人であれよ。君よ、素晴らしい人である。名言ですね。もうなんか掛け軸にしたい。人であれ。人であれよ。吉川さん、誰か言いますか、モノマネ見たいなって、川島さんの。じゃあ、おいでやす小田さん。おいでやす。ちょっと、もうええって、穏やかに帰らせてくれよ。川島さんによる、おいでやす小田さんです。お願いします。いや、できるかい。これ、叩き壊した。ダメです。ね、朝の顔なんだから。そんなことやんないで、本当に。はい、はい、はい、はい。このポーズ取ったら俺がおとなしくなる。ラビットポーズでも、はい、はい。ぜひ、うっちゃん式ご覧ください。見てね。うっちゃん式芸能界不思議発見スペシャル。人気芸能人の新たな一面を見つけるうっちゃん式。普段は完璧、岩田貴則がハプニング続出でキャラ崩壊。そんなこんなこんな。さらに、もうね、怖くないんだから。
が恐怖をなくす式に挑戦。最強お化け屋敷でさあ終われ。果たして苦手克服なるか。そして叫びツッコミおいでやす小田が大声なら全部面白くなる式に挑む。すると、うん、何しとんじゃんこれ。笑いっぱなしの2時間、その全貌は28日金曜夜8時。